65歳からのサイドビジネス。えー、ここの写真にあるのは壁紙のお,お店です。でも、この壁紙のお店はリフォームまで全部してくれるわけですね。えー、ですけど、営業マンがいないわけです。ですから、えー、私たち高齢者もしくはあ、フリーランスの女性たちは、えー、喫茶店がリフォームをしたいとか、 えー、中華料理店をイタリアンの店に変、えー、えたいとかっていう話があったら、あこのリフォーム会社に、えー、紹介すれば、すべて、えー、そこがあ面倒を見てくれるわけですね。えー、ぜひ、えー、リフォーム会社の営業代行としての、えー、お仕事もあると思います。中には、えー、今住んでるところが、あ 階段が多いので、バリアフリーの玄関のリフォームするようなリフォーム会社もあります。これは、あ地域によっては補助金が使えますので、そんなようなあ営業代行というのも私たちの65歳からのサイドビジネスの一つと考えております。